タルンドルだお前ら全員あと皇帝三周待って大工の袋だムカつくよね威張っちゃって袋だのくせにあいつ絶対 S 入ってるよ S 一体何よあのメガネまったく最近の中学生は体ばっかり大人になりやがって中身の方はだらしがないというかいい加減というかもっとビシビシ扱ってやらんといかんねビシビシ先生危ないん飛んだか飛んだは飛んだけど飛んでったのは袋田だぜ顔面直撃だったよなあ飛び起きたやべえこっち来るぞうわ逃げろ何言ってんだよおめえら誰だあ鬼塚先生達者何やってるんですかあなた授業中にほらちょっと待ちなさい何あれ体育教師のくせにあれくらい避けらんないのだ誰だ今言ったのは前へ出ろ前へ返事しろおいほら聞こえないのかお前ら全員校庭10周お疲れ様になりましたお疲れ様でしたおのれ鬼塚どういうことあんたら男子先行なんかと楽しそうに遊んじゃってさ一体どういうつもりなの、うん、ちょっと黙ってないで何とか言いなさいよ村井もういいじゃねえかよそんなのどうでも何よそれなんかさ違うんだよ、あいつ。人種っつうかさ、なんだろうね。格それ以前にあいつ人間じゃねえよ。守護霊ついてるよな。そうそう。絶対守られてるよ。百太郎並みの超強力なやつ。ま、あとはやりたきゃお前らだけで勝手にやってくれよ。無駄だと思うけどな。大変だホクロだ、まじぎれだよすっげえ顔で鬼塚探してんぜマジかよさっきの顔面直撃が効いてんじゃねえかやべ行くぞどうするみやびあいつらまで抜けちゃったらクラスの半分は鬼塚側ってことじゃない関係ないわよみやび私は忘れない教師なんて誰一人信用できないんだ誰一人で鬼塚授業中に生徒と遊び天津さえ私の授業を妨害するなんて前々から気に食わない奴とは思っていたが今日という今日は許せん袋田先生あなたの気持ちはよくわかりますしかし暴力はいけませんよもし警察沙汰にでもなったりしたらご心配なく鬼塚先生の腐った根性を私の怒りの鉄拳で叩きのめしてやるだけです失礼鬼塚暴力はいけません暴力は鬼塚先生どうよ空手部仕込みの下段回し芸人いやーさすが元ヤン喧嘩で鍛えただけだろもっとやってあれ袋田先生なんか用すか